はい、今日はですね、スライド丸の子をおすすめする5つの理由ということでご紹介しようと思います。このスライド丸の子なんですけど、僕はですね、DIY の中級者から上級者向けだと思っています。その理由として、これマキタのですね、125mm の充電式の丸の子なんですけど、このスライド丸の子でできることはですね、この普通の丸の子で大概できます。ですので、どちらか1台買われるんだったら、僕はですね、普通の丸の子の方をおすすめします。まあ、ただ今こいつは125なんですけど、165ぐらいの丸の子があればですね、いろいろ加工ができますので、どちらか迷われているんだったら、僕はですね普通の丸の子をまずおすすめしたいと思います。この普通の丸の子でもですね、アタッチメントやジグを使用することで様々な加工をすることができます。普通の丸ノコで材料を直角に切る際の定規なんですけど、田島のマグネシウムの直角定規になるんですけど、こちらの定規ですね、 150mm まで対応していまして、まあ、幅広く直角をですね正確に切ることができます。でマグネシウムでできているので非常に軽量でですね、剛性もありますので、まあ、こいつはですね結構重宝します。で DIY でもプロでもプロの方でも、まあ、一つは持っててもいいのかなと思う道具だと思います。お次はですね、普通の丸ノコでおすすめするジグパート2なんですけど、こちらになります。このアングル定規ですね、このような感じですね、好きな角度を指定して、こっちを材料の方に突き当てて、ここを丸ノコがこう走るような形で切断することができます。これもですね、長いものから短いものまで様々な長さのものを取り揃えていまして、好みのものを買うことができます。はい、お次はですね、おすすめのジグパート3なんですけど、こちらになります。じゃじゃーん、これはですね脇定規です。まあ、丸ノコ定規とか、まあ、脇定規とか人によってですね、いろいろ名前が呼び方が違うんですけど、これが45cm が切れるもので、こちらが 30cm を切れるものになります。でこのですね 45cm はちょっと僕的に愛着がありまして、大工になる前にですね購入したものになります。はい、僕がですねこの 45cm の脇定規をおすすめする理由は、コンパネがですね1820×900の寸法なんですけど、それをまあ半分に切るときにこれで届きます。で500の長さとかを沸きたいなと思ったら、この450では足りないんですけど、その500をコンパネのあっちの方から取ることで、この 45cm で届くことになります。この脇定規を1本欲しいと思ったら、この 45cm を買うことを僕はおすすめします。はい、お次にですね、丸ノコで使用するおすすめの定規4つ目ということで、こちらをおすすめします。じゃじゃーん、この直角定規なんですけど、これはですねコンパネを900等の方に切る定規になります。まあ、もちろんですねスライド丸ノコでコンパネは切ることはできなくて、丸ノコじゃないとですね使えないんですけど、丸ノコはですねこのような定規や、まあ、先ほど紹介したいくつか定規があったんですけど、そのような定規を使って、まあ、いろいろ加工することができますので、まあ、スライド丸ノコと普通の丸ノコと迷っている方は、僕はですね丸ノコをおすすめします。はい、丸ノコをですねおすすめする理由のその1ということで、安全な切断が可能ということです。それはどういうことかと言いますと、この材料とですね丸ノコのスライド丸ノコの機械が固定されていることで、まあ、スライド丸ノコは台が安定していて、しっかり据えることができます。まあ、テーブルの上にですね、でしっかりした状態で切断ができますので、切断の際に起こる事故のリスクを大幅に減らすことができます。その際にですね、最悪丸ノコのキックバックが起こったりするんですけど、このスライド丸ノコの場合ですと、キックバックの時もですね怪我のリスクっていうのが、まあ、非常に軽減されるのかなと思います。まあ、それでもキックバックというのは起こる時は起こりますので、まあ、そこはですね気をつけながら作業はしなきゃいけないんですけど、まあ、保護メガネをつけたりですね安全対策を、まあ、してもらって、まあ、切断の方してもらわないといけないんですけど、普通の丸ノコに比べて、まあ、そこら辺のですねリスクは、まあ、少ないのかなと思います。スライド丸ノコですねおすすめする理由のその2ということで、スライド機構による直角切りが簡単にできます。
まあ、それはどういうことかと言いますと、この機械にですね、据え付けられたアームがすでにですね、機械と直角になっていまして、このベース部分ですね、ベース部分と直角に作られていて、それに沿ってですね、丸のこの刃が動いてくれる作りになっていますので、高精度の切断が簡単にできることができます。で、先ほどですね、丸のこのこういう定規を紹介したんですけど、こういう定規も、まあ、もちろん便利なんですけど、特に考えることなくですね、このスライド丸のこは簡単に高精度に直角を切ることができますので、普通の大工さんたちもですね、材料を切断する際はこちらのスライド丸のこを好んで使う傾向にあるかと思います。今度ですね、スライド丸のこをおすすめする3つ目の理由として、難しい角度切りもですね、高精度で行うことができます。まあ、このスライド丸のこを購入を検討されている方は、おそらくそこら辺を見ながらですね、角度切りをしたいと思って購入を検討されていると思うんですけど、普通の丸のこはですね、このようなアングル定規を使って角度切りを行うんですけど、やはりね、結構安定してないんですよね。材料を斜めに切ることによって刃物が逃げたりですね、結構ありますので、まあ、精度が出にくいというのがあって、まあ、そういう場合はですね、やはりこのスライド丸の子が大変ためになると思います。スライド丸の子をおすすめする4つ目の理由として、切断する際のですね、粉塵がダストバッグに溜まって周りを汚さずに切断することができるということになります。まあ、このですね、切断の際のゴミがですね、後ろのダストバッグに溜まってくれますので、周りをですね、そんなに散らかすことなく作業することができます。ですので、後ろに溜まったゴミを捨てるだけで大まかな掃除をすることができますので、掃除の手間も省けてですね、綺麗な状態で作業できますので、大変おすすめです。はい、スライド丸の子をおすすめする5つ目の理由ということで、工夫しないで時短加工をすることができます。それはどういうことかと言いますと、スライド機構によってですね、材料をまとめて切ることができます。まあ、それは後からですね、ちょっと実際に切断の方して説明したいと思うんですけど、現場の方に行くとスライド丸の子を使ってる場面によく出くわすんですけど、皆さんですね、それぞれいろいろなアイデアがあって、工夫をしながら切断されています。やはりですね、皆さん時間との勝負ですので、ジグなんかですね、考えて作って切断されている人もいて、目から鱗っていうのが結構あるんですよね。まあ、そういったことも含めてですね、紹介していこうと思います。